鴨岩倉遺跡紅葉セ雲南市は、島根県の東部に位置する市、島根県で最も新しく誕生した市である。市名は、両政国の出雲国南部に位置することに由来する。市役所の所在する木月地区とミットヤ地区周辺の空中写真。2017年4月28日撮影の6枚を、合成作成。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。雲南市は島根県の東部に位置し、松江市、出雲市、安木市、飯南町、奥出雲町と隣接し、南部は広島県小原市に隣接している。総面積は553.4平方キロメートルで、島根県の総面積の8.3%を占め、その大半が林野である。 市の南部は、毛梨山を頂点に、中国山地にいたり、北部は、出雲平野に続いていることから、市の南北で、標高差が大きい。市内には、日川本流と支流の赤川、ミッドヤ川、久野川、その他の支流である、阿よ川、吉田川などが流れている。鴨町から大東町、木月町、ミッドヤ町にかけて、日川と赤川、 三戸谷川の合流地点を中心とした平野部が広がっているが、吉田町、掛屋町では中国山地に至る広範な山間部を形成している。北部と南部とで標高差があるため、北部の平均気温は摂氏14度前後であるが、南部では摂氏12度から摂氏13度と平均気温にして摂氏2度程度の差が生じる。年間降水量は、 1> 約1700ミ、mm、リメートルから1900ミ、mm、リメートル程度で、当期には北部でも降雪があり、南部や大東町、木月町の山間部等では、高層や積雪により、農作物や交通へ影響が生ずることもある。旧掛屋町、旧吉田村は、降雪地帯となっている。市役所総合センター小学校、中学校高等学校道の駅市外局番は、大東、鴨、木月。 水戸屋地区が0854、掛屋、吉田地区が0854となっている。ただし天気予報は0852から177である。郵便番号は以下の通りとなっている。2006年10月16日、2016年3月7日の再編に伴い変更された。ありがとうございます。